皆さんこんにちは、美容ブロガーのみやびです。今日はですね、いつものメイク動画と違って床拭きお掃除ロボットブラーバのレビューをさせていただきたいと思います。と言いますのも、私実は YouTube をまだ始めたばかりの頃にお掃除ロボットルンバの購入品レビューをしておりまして、その動画がですね、もう本当に始めたばかりで息子も一緒に映り込んじゃってて、ホームビデオクオリティの何とも言えない仕上がりになっていたんですけれども、それがですね、なんと2万回以上も再生していただいておりまして、もう時を戻せるなら編集し直したいっていうぐらいの仕上がりだったので、いつかまた家電を購入することがあった時には挽回したいなと思って機会を伺っておりました。で、今回久しぶりにお掃除ロボットをまた購入しましたので、美容とは関係ないんですけれども、今回はこちらのレビューをさせていただきたいと思います。はい、というわけで今回購入したこちらのブラーバが、ブラーバ390-J というタイプです。ブラーバにはブラーバジェットとブラーバのタイプがあって、ブラーバジェットの方だと自分でこう霧、水拭きのように霧を出してそれを拭きながら進んでくれるっていうタイプなんですけれども、ちょっとそれだとどのぐらい濡れるのかとかがなんとなく不安だったので、うちは霧を出さないタイプ、空拭きと水拭きしてくれるタイプの方を購入いたしました。で、他にもルンバと連携してお掃除のこう順番をねちゃんと決めてやってくれるものとかいろいろあったんですけれども、うちは連携はしていないタイプで、ルンバを動かした後に自分で手動でボタンを押して働かせようかなと思っております。で、こちらブラーバ 390J の特徴としましては、キューブナビゲーションを搭載していて、部屋の形状とか家具の配置などをちゃんと自分で理解した上で部屋を隅々まできれいにしてくれるっていう、ちょっとお利口さんなタイプです。で、あとこの 390J のポイントとしては、ここのクロスが付属のものではなくって、市販されているクイックルワイパーとかそういうものと付け替えて使うこともできるっていうことで、コスパがいいっていうことでネットの口コミもすごく良かったので、こちらのタイプにしてみました。では実際にちょっと開封して充電したり中身を並べていきたいと思います。はい、中身がこのような感じになっております。ノーススターキューブといって、ブラーバと連携して部屋の形状とかを覚えてくれるじゃのキューブな。そしてこちらがクリーニングクロスのスターターキットとして、ドライクロスとウェットクロスそれぞれ1枚ずつ入っているものが2セットついております。ウェットモード、濡らして拭き掃除してくれるウェットクリーニングパッドの2つのパッドがついております。あとは床用洗剤サンプルが2袋入っておりました。ではこちら最初ですね、まず2時間の充電が必要となりますので、充電して実際に使ってみたいと思います。よいしょ。こちら充電中はですね、ここの電源ボタンのところが赤く点滅するようになっています。ここが青になったら充電完了だそうです。充電方法は2つありまして、 AC アダプターを本体に直接挿して充電するタイプと、急速充電スタンドで充電するタイプがあります。で、この急速充電スタンドの方が、充電スピードとかも速いようなので、基本的にはこちらで充電していくスタイルになるかと思います。では充電している間にこちらのノースキューブを設置してみます。このノースキューブはこっちの青い印を部屋の中央に向けて、天井にちょっと障害物のない場所に、ブラーバと接続が完了したらこの点滅が挟まって点灯になるようなので、ちょっと今探してるのかな、まだここの先ほどの点灯が赤から青に変わって 80% 充電できたっていう印みたいなので、試しに動かしてみます。よいしょ。おー、最初にまずはドライモードで空拭きしていこうと思うので、ここのパッドを取っていきます。よいしょ。マグネットでくっついてる、こんな感じですね。こんな風につけて、で、ここのなみなみの部分に挟むみたいです。こんな感じで挟めました。じゃあこれをこんな感じでマグネットでくっつきましたね。できた。スイッチを入れて空拭きモード、静か、ね、すごい静かだね。ルンバの時と大違いの静かさ。ルンバよりも静か。あ、すごい綺麗にターンした。
すごい静かじゃない？すごい静か。ね。おお。あ、何かを学習している。ここに壁がある。先ほどまで青の点滅だったこちらのキューブがもう今点灯に変わってますね。ちゃんとブラーバとつながったみたいです。今ほんの一瞬動かしただけなんですけれども、リビングとキッチンの一部だけでこんなに汚れました。え、すごい。今日朝一回ルンバ動かして、でその後ダイソンでも軽く掃除しているので2回は掃除機かけてるんですけど、それで一瞬でこれ。せっかくなのでウェットモードも使ってみたいと思います。こちらがウェットクリーニングパッドですね。ここから水を入れられるようになっております。でここには100ミリの水が入るそうですので、ちょっと一旦入れてまいります。でこの入れる際もそうなんですけれども、入れた後装着する時もちょっと水が漏れたりするみたいなので、ちょっと濡れてもいいような場所で入れた方が安心ですね。100ミリだと満タンですね。ちょっと蓋を閉める時にこぼれそう。よいしょ。じゃあウェットシートにつけていきます。なんかウェットモードはこれ装着しただけで結構すでにこの部分見たら分かりますかね、濡れてる感じがありますね。あ、ちゃんと拭いたところが濡れてますね。先ほどの滑るような動きとは違って、ちょっと前後にしっかりと拭いていく雑巾がけのような動きに変わっております。で拭いた後もこんな風に拭かれていないところとは差ができていますね。濡れてる跡が。こっちのモードもやっぱり静かですね。すごく静か。やっぱりルンバとか夜中に動かすにはだいぶうるさいんですよ。こうぶつかった時もガチャンとか言いますし、動かしてる相手のモーター音とかもすごいんですけど、これだったら夜中でも全然使えるぐらい静かですね。めちゃくちゃ細いソファーの隙間も拭いてくれています。まさかここ入れると思ってなかったので今ちょっとびっくりしてます。なんか可愛い。いつもここ床に這いつくばってクイックルで拭いてた場所なので嬉しいです。今ここでピローンと音が鳴って止まったので、終わったのかな、終わったのかしら、ちょっと見てみたいと思います。ほう、真っ黒。黒くない？お、結構取れてる。洗剤もつけてみたいね。洗剤もつけてみたいね。もっと取れそう。フローリングです。ピカピカ、美しい。すごい綺麗になってます。すんごい綺麗になってますね。え、想像以上のサラサラ。光ってます。フローリングが光ってます。嬉しい。ちょっと今日は試験的にリビングだけにしてみたんですけれども、ピッカピカのツルツルになってますね。はい、このような感じで今日は床拭きロボットブラーバのレビューをさせていただきました。想像以上に小回りが効くので、お部屋の隅の隅まですごく綺麗にしてくれますし、そして何より音がすごく静かだなって思いました。どうしてもルンバ使っていると、まあ、掃除機なので吸い上げる音ももちろんですし、ガンガンってこうぶつかる音もそれなりにするので、やっぱりマンションで住んでいると使う時間を選ぶかなって思うんですけれども、ブラーバだったら本当に深夜でも早朝でも全然気兼ねなく使えると思いますので、小さなお子様がいて赤ちゃんが寝ている隙に床をきれいにしたいっていう
方ですとか、マンションにお住まいで大きな音が出せないっていう方にも安心して使えるんじゃないかと思いました。前回のルンバの時もそうだったんですけれども、今回のブラーバもこれ私の実は誕生日プレゼントでもらったものなので、まあ、たくさん使ってね、自分の時間を作ろうと思います。今日も最後までご視聴くださりましてありがとうございます。こちらのチャンネルでは普段は敏感肌の方に向けたスキンケア、メイクをご提案しております。ぜひよろしければ他の動画もチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。おせいですね。うまひいたべ。またおばひいたべ。こんな感じですね。ここのフィルムを剥がそうかな。おばひいたべ。まだ剥がさない方がいいかな。剥がしちゃう。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って。待って、優しく剥がそう。優しく剥がそう。剥がして。入ってきました。つるつる。